ゴーストとソープがダムの惨事を防ぎ、マカルフを阻止した。同じことをしてくれ。ファラとアレックスがいればやれるさ。グレイブスも同じチームだ。それを忘れるな。おもらみも忘れない。よし、準備は良さそうだな。事前チェックを始める。よう、戦闘準備は？これは共同作戦だ。 ULF、ワンフォーワン、シャドウが一丸となるぞ。よし。一丸となってね。本気か？そうしないと勝ち目はない。 APU の起動準備分かりや。エンジンチェックにかかれ。了解。指導よし。シャドウは乗り込み完了。ガーセント、聞こえるか？タキシングを許可する。ラジャー、さあ飛ぶぞ。シャドウからゴールドイーグルへ準備よし。可能だぞ、シャドウ。シャドウ1が位置についた。シャドウ1、地上チームはスクラップ置き場に集まっている。彼らが化学兵器を探してマカロフを追い詰める間、空から援護してやれ。了解、指揮官。シャドウ1へ。地上チームは西のスクラップ置き場で待機中。赤外線ストロボでマークした。確認しろ。了解、スタンバイ。ガンナ、地上チームを確認しろ。了解、審議さん。マークする。地上チームへ。どちらを確認した？了解。ターゲットは2棟の格納庫だ。合図を頼む。スクラップ置き場の脅威をマーク。地上チーム止まない。そこを片付ける。ガンナー、援護射撃だ。脅威を一掃しろ。トリガーオン。シャドウ、仕事にかかれ。トリガーオン。俺たちに気づいてる。効果ありだ。北東に脅威あり。通信塔の近くにたむろしてる。ガンナ、あの塔を確認しろ。塔付近にサムサイトあり。ガンナ、サムサイトにミサイルを落とせ。本人に狙われてる。サムサイトにミサイルを撃て。命中、破壊した。南だ、本人がスクラップ置き場にいる。シャドウ1、移動チームが攻撃中。援護しろ。了解、取りかかる。ガンナ、スクラップ置き場を撃て。地上チームはスクラップ置き場を突破する。援護を続けろ。ラジャー、シャドウがついてるぞ。地上チームを守れ。格納庫を撃つなよ。了解。
の方へ使う。ガンナ、建物まで味方を援護しろ。化学兵器を特定するまで格納庫を攻撃するな。マクロスに手を貸すことになる。第一格納庫に到着した。中に入る。建物から脅威が基地の南に向かってる。マーク、ガンナ、コンニを格納庫から遠ざけろ。味方を援護する。第一格納庫クリア。化学兵器を到着する。了解だ。どうかする。逃げたって潰しているだけだぜ。 RPG を撃たれてる。 RPG、第一格納庫の南の像だ。シャドウ、RPG を無力化しろ。コンニに格納庫の破壊を許すな。了解だ。機関から地上チームへ報告しろ。大事なことはさせるだ。すぐ空気はない。情報は確かだ。マカロンの化学兵器は全てその基地にある。そこが外れなら次の格納庫にあるだろう。進む前によく確認してくれ。了解。捜索を続ける。シャドウは続けられるか。ギロ、どこにも行かないぜ。そういう化学兵器がない。第一格納庫は外れだ。地上チームは第二格納庫へ向かえ。シャドウは援護だ。ラジャー、ゴールドイーグル、地上チーム、俺たちに任せろ。了解。第二格納庫に向かう。北西から迫撃砲を撃ってきた。迫撃砲がターゲットだ。迫撃砲を破壊。マカロフめ、この基地を破壊する気か。次の格納庫に化学兵器があるならマカロフもそこにいるはずだ。格納庫の東から RPG を撃て。 RPG を攻撃しろ。変化の愛だ。 RPG を撃たれてる。グレープス、 RPG をやれ。ソイエ、第二格納庫クリア。スーツ、化学兵器を特定した。マカロフは？いや、ここにはいない。近くにいるはずだ。地上チーム、化学兵器を無害化するんだ。シャドウは地上チームの作業が終わるまで守ってやれ。了解、ゴールドイーグル。総員に通知する。基地の外からのコンニの通信を傍受した。奴らの装甲車と増援部隊が来ると激しい戦闘になるだろう。了解だ、指揮官。敵の戦車、基地の北だ。シャドウ1、あの戦車に化学兵器を破壊させるなよ。ガンナ、聞こえたな。戦車を排除しろ。やつにミサイルをくれてやれ。無理そうなところだ。もうないが。敵の戦車を破壊。よし、戦車を使うものだ。下に敵の車両がいる。了解、マーク。ガンナ、車両を破壊しろ。第二格納庫に向かってる。顔来なくてな。早く取りかかるぞ。核
けになってやれ。シャドウワン、滑走路の西にある橋本のドアが開きました。スクラップ置き場の近くだ。ジェット機が西から来るぞ。ええ、取り掛かるぞ。見たか、野郎ども。ジェット機をもう一機破壊。機体を上空に運んどけ。そう来なくちゃな。そう、ミサイル接近。本営、キルは未確定だ。繰り返す、キルは確定してない。これよりマカロフの生死を確認する。ゴールドイーグル指揮官から総員へ、命令は撤退だぞ。現場には瓦礫や死体以外何もない。キルは確定したと言える。シックスワン応答。こちらシックス。ジョン、終わったんだ。奴はついに地獄に落ちた。お前はグレイブスのことも隠してたよな。マカロフは死んだんだ。奴のことは忘れろ。イーグル、アウト。シェパードは望むことしか見ていない。勝利に名を連ね、勲章をもらう未来か。お前はどうだ。見えないものが気がかりだ。奴が生きていれば嫌でもわかります。そのタイミングと場所が問題だ。